したら、ちょっとこれの人がね、危ない人が、おい、まあ、演歌ば歌えんか、来たーって言うわけ。で、生意気だから、そこだけ譲れないからさ。いや、僕は演歌は歌いません。自分の歌を歌いに来てます。って。それで、髪の毛、削られて、ボッコボッコ殴られたことあるよ。なんで笑うてんすか、今。懐かしい。懐かしいな。懐かしいから笑って。